本日は羽田空港にいます。1万円をこちらでアメリカドルに両替したいと思います。はい、いくらになるでしょうか。いらっしゃいませ、はい、ここはいいですね、映しても顔は映さないので。いくらになるか。はい、あの、はい、どの通貨ですか。あ、ドルです。ドル、 US ドルで、はい、はい、113円29銭がレートです。はい、今日のレートで88ドル、はい、こちらの日本円になりますね。はい、お札はご用意が、3種類1、10、20ドル札あるんですが、はい、組み合わせいかがされますか。そうですね、じゃあ20ドルを、3枚とあとこれをバラバラでお願いします。混ぜる形で。はい、そうですね、はい、こちらでいかがでしょうか。はい、大丈夫です、はい、1枚でお預かりします。お待ちください。こういう感じです。9969円になる。手数料はどれぐらいかかるんですかね。このレートに含まれてまして、含まれてるんですね。1ドルにつき2円70銭いただきますね。1ドルにつき2円70銭、はい、わかりました。で、現在が2017年の4月4日です。いたしました。31円差額のお返しです、はい、88ドルアメリカドル、こちらお控えでございます。どうも。というわけで2017年の4月4日には1万円が88ドルになりました。という感じです。ありがとうございました。はい、どうも。